ウィリアム・クラークウィリアム・クラークは、アメリカ合衆国の法学者、政治家。軍判事ペンシルベニア州財務官、アメリカ合衆国財務官、及びアメリカ合衆国下院議員を務めた。1774年、クラークは、ペンシルベニア州ドーフィンで生まれた。クラークは、ドーフィン軍の市民軍において1793年から1795年まで、大尉を務めた。 その後クラークは同州クローフォード軍へ移り住み、1803年から1818 18年まで同軍の売償判事を務めた。クラークはまた1812年の米戦争にも参加した。クラークは1818 18年から1821年までペンシルベニア州公有地管理局長官を務め、1821年から1827年まで、 ペンシルベニア州財務官を務めた。そして1828年から1829年までアメリカ合衆国財務官を務めた後、アメリカ合衆国会議員選挙に反フ,フリーメーソンの候補として立候補した。クラークは第23回及び第24回のアメリカ合衆国議会に参加し、その後1837年には、 ペンシルベニア州の憲法改正委員会のメンバーを務めた。1851年、クラークはペンシルベニア州ドーフィンで死去した。クラークの遺体はドーフィンのイングリッシュプレスビテリアン墓地に埋葬された。ありがとうございます。